今年12月、鹿児島市でおよそ7年ぶりとなる木下大サーカスが開かれます。福祉施設などの利用者にも見に来てもらおうと、県と鹿児島市に合わせて5000枚の招待券が送られました。今年12月から鹿児島市のドルフィンポート跡地でおよそ7年ぶりとなる木下大サーカス鹿児島公演が開催されます。開催を前に、木下サーカスと南日本新聞社が県と鹿児島市に合わせて5000枚の招待券を送りました。県内の児童福祉施設や高齢者福祉施設などの利用者に送られるということです。オープニング、フィナーレ、もうありとあらゆるものがですね、どんどんと前回の7年前よりも新しくなっておりますので、それをぜひですね、見ていただければと思います。木下大サーカス鹿児島公演は今年12月21日から来年3月10日まで、およそ150公演を予定していて、25万人の来場者を見込んでいるということです。